回も前回初めてヒラマサを釣らせてもらった交渉丸に乗ってヒラマサを再度狙いに行ってきました。軽く軸を投げて船長さんの指示玉まで落としてとね、実はこの時もう夕まずめであと終了時間まで30分しかない、ポーズで終わっちゃうかもっていう状況でした。いやいや、でも今回乗っている船は五号船、夕まずめ時の今が勝負、諦めないぞ。船ジグが指示棚まで落ちたのでワンピンチ。ヒット。あ、ちょっと入れないで待ってて、前入れないで待ってて。ドラグが緩すぎて全然負けてないですね。私はちょっと直す余裕もないのでそのまま上げてきていますが、皆様ヒラマサを狙うときはドラグはもっとキツキツに締めといた方がいいみたいですね。堀口さんがタモの用意をして待ってくれています。先にヒットしたしげさんの魚が上がってくるみたいです。船長さんにタモをバトンタッチして次は私の番ですね。ドミネーターのセミロング 100g のショーエマルカラーでした。